ミュージックパワー。毎週土曜日午後2時からの生放送、私たちパーソナリティのメンバーが一押しするおすすめコーナーや気になる情報などをお届けいたします。さらに素敵なゲストをお迎えしてから音楽からプライベートまでたっぷり楽しんでいただける番組です。改めましてこんにちは。こんにちは。ミュージックパワー、今週もいつこむスタジオ多摩プラザ2階にありますサテライトスタジオよりお届けいたします。この番組は FM サルス 84.1MHz にて放送、ホームページと YouTube にて動画配信も行っております。はい、そして今週のパーソナリティは笑顔で世界平和を作っていきたいセラピストをやっております、保育士タレント笑いマンと女王様の儀式を広めていきたい女王様タレントのエリカと、ファイナンシャルプランナーと愛の戦士、2つの顔を持つルル。はい、この3名でお届けいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ミュウさんとね、ケンさんがちょっとね、都合上ちょっとお休みですけれども、3人でね、楽しく落ち着いて参りましょうかね。はい、はい、だから最近皆さんいかがお過ごしですか、エリカさん。いや、私の話なんですけど、ちょっとあと、まあ、ちょっと今週の真ん中ぐらいの話なんですけど、本当はそのジェットスキー仲間のと、ジェットスキーの練習をしようということで、ちょっとまあ、あのやり取りしてたんですけど、予約ができなくてですね。へえ、じゃあ人気なんだね。いや、じゃなくて、私免許を取ったのが9月なんですよ、はい、去年の、で1年経ってないんですね、で免許取得から1年経ってないとやっぱりそれだけでレンタル屋さんもその借りれないし、でなおかつなんかの会員なんないとそもそも借りれなかったりとか、であと結構いい値段がします。あ、そうなんですね。え、なんか海とか川とかでウィーンって行くやつだよね。 あれ免許持ってんだ。あ、そうです。すごいすごいすごい。でその後に免許取ってから移動とこルールがあるってわけね。あ、そうなんですよ。結構ね、いろいろあるんですよ。すぐにできないんですね。あ、そう、なんかね、だから友達とかでそのジェットスキー持ってる人いれば、その人ので練習させてもらうっていう方が結構簡単なのかなと思います。でもどっか見つかるといいね。いや、そうですね。でもなんかちょうどね、あの友達から連絡あって、山中湖だったらいけそうかもって感じで。へえ、あの富士山の近くの。あ、そうです。へえ。じゃあ湖でも結構やってる人いるって感じなんだね。あ、湖結構多いですね。私あの実技の免許取ったのも川口湖だったので、あ、そうなんですね。湖で結構やるみたいな。でも夏らしくていいね。よかったら誘ってください。一緒に乗りたいね。あ、もちろんもちろん。はい、ルルさんは最近。私ですね、最近すっごい暑いじゃないですか。なので屋内で楽しめるスポットを探したんですよ。そしたらぴったりの場所を見つけまして、あの豊洲にあるチームラボプロネッツってご存知ですか。あ、有名有名。あ、ね、有名ですよね。チームラボでしょ。そう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 。お台場行ったもん。あ、そうなんですね。そう、屋内施設ってこと。アミューズメントパーク的な。そうなんです、そうなんです。あのプロジェクションマッピングってあるじゃないですか、3D のこういう。そうそうそう、それって普通こうビルに映像を映し出してそれ見て楽しむってものだと思うんですけど、それはですね、なんとリアルにそれを中に入って体験できる施設になってまして、いろんな部屋に分かれてて、お花の部屋とか鏡の部屋とか光の部屋とかがあるんですね。でその中で特に夏におすすめなのが魚の部屋がありまして、涼しげだね。そう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 、部屋一面にこう魚が泳いでて、めちゃめちゃこう素敵な空間なんですよ。でそれがなんと水も下に引いてあって、水がとってもその気持ちよくって、で膝下みたい、膝下ぐらいにこう水がこう浸ってんですね、なので本当にまるで水族館とか海の中に入り込んだみたいで、めちゃめちゃ素敵な空間で、自分の足を実際の水の中に入れるってこと。そうそうそう、水の中に足を入れるんですよ。豊洲にあるんだ。でもなんか魚とかさ、熱帯魚とか金魚とかさ、こう癒し効果じゃなくてかさ、量も楽しめそうでいいですよね。そうなんです、もういるだけでも癒されて、でさらにお水で涼しくって、めちゃめちゃ夏におすすめです。へえ、なんかさ、暑いから海とかさ、太陽の光好きな人もいればさ、暑さ苦手な人とかはいいかもね、そういうところ。そうなんです、そうなんです。いいね、クーラーも効いてるしね。ね、もう涼しく楽しめちゃいます。そうなんだ。ちょっと笑いマンの話聞いてきてくれる。笑いマンはね、渋谷でね、笑いマンハグっていうのをしてきたんです。なんかね、今2024年に2024人にハグするちょっとチャレンジ的なものをやってて。すごい、すごい。なんかね、ただなんかやってるだけじゃなくて、なんかギネスとかにも乗ればいいかなとかって思ってて、
そうそうそう。なんで笑いマハゴするかっていうと、うんうん、ほらコロナ禍とかいろいろ孤独感感じてちょっとこう寂しい人とか増えたりしてね、肌と肌とのこの何付き合いみたいなのがなくなってるなって最近思って、確かに確かに、そうそうそう、で肌と肌からこうぬくもり感じて、そしてハグをすることによってこう笑顔が生まれる、うん、その笑顔がどん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 連鎖をしていって、いつかは世界平和になるのかなってちょっと思ってて、いやー素敵、ビックビック、なんか素敵と思ってる人引いてる人もいない、うん、大丈夫、え、大丈夫か、引いてる、引いてないよねみんな、じゃあぜひね、いつかねラジオパーソナリティ仲間もね笑いマハグを受けてもらおうかな、あ、おー、ちょっとお、これはこれは、そうだね、心の準備を、うん、心の準備お願いしますねはい、なんかそんな感じでね、あの今日は3人でちょっとね、ケンさんとミュウさんいなくて寂しいですけど、はい、ね、落ち着いて楽しく参りたいと思います、うん、はい、ではミュージックパワースタートでーす、イエーイ、ここで CM をお聞きください。はい、この番組は技研ジャパンの提供でお届けいたします。はい、はいはい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。ミュウ、ミュウでシグナルです。ちょっといい感じ、はい、ミュウさんで、ミュウで、シグナルを聴いていただきました。この曲は MI-YU ミュウさんの専用サイトでお聴きいただけます。ぜひお買い求めください。はい、それでは最初のコーナーに行ってみたいと思います。勝手にイチオシコーナー、はい、今回は笑いマンが担当します、はい、何かというとテーマ、笑いマンが実際に行ったり体験をした一押し夏のお出かけスポットベスト3でーす。ではですね、いきますね。第3位は川崎大師風鈴市です。はい、これはですね、2024年今回も7月18日木曜日から24日水曜日まで行っております。川崎大師の境内の特設会場にて開催されているイベントなんですけれども、関東以外はもとより全国の皆様に親しまれている夏の風物詩、川崎大師風鈴市でございます。全国各地から集められたいろんなもう大小柄とかもうデザインとかこう素材とかいろんな風鈴があの音色や会場を華やかに彩る様子はまさに圧巻です。はい、こちらですね、京急の川崎大師駅から徒歩5分のところでやってます、うん、近い近い、そうそうそう、笑いマンもね風鈴そんなに興味なかったんだなとかと思いながら行ったんだけど、はい、もう歩くだけでね、あの風鈴の音って心地いいんだよね、はい、そう、ね、そう、わずかなね、そう風からあのなびく音がすごく癒されて、うん、こう涼を取れました。いいね、でそしてね、川崎大師なんで有名か知ってます？なんで、え、なんで、願い事が叶うからじゃないの？あ、そうそうそう、厄除け？
そう、厄除け、厄除け、厄除けだったり、あとだるまも有名で、はい、であとくず餅も有名。ああ、有名です。そう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 、でいろんなものが有名なものもたくさんね、うん、その参道には並んでたり、も歩くだけでも楽しくて、うん、そう、ちょっとなんか浴衣着たりジンベエ着たり、いいですね、そうそう、暑いけどこううちわ持って、うん、こう量を取りながら行くのはいいかなって思ってます、うん、はい、ぜひ皆さん、7月18日木曜日から24日水曜日まで行っていますので行ってみてください。はい、ではそれでは第2位はお台場でのサップ体験です。サップ、それ調べた時出てきた、ジェットスキーについて。あ、本当本当、お台場でやってるんですね、うん、やってるやってる、お台場で、なんかね SUP ってさ、サップっていうか、これね、スタンドアップパドルボードの略で、それ難しい、そう、いろんなとこでやってるんだけど、なんかお台場の絶景を眺めながら手軽に楽しむことができます。そう、でお台場でねのサップ体験はね、レインボーブリッジだったり、うん、東京湾だったり、うん、東京タワーを眺めることができて、うん、普段とは違う目線で水上散歩を楽しむことができます。そうなのよ。でこれはね、値段、そのお台場バージョンは2時間で、うん、5500円、10歳以上だったら、はい、そうでね、ちょっとね、その夏の遊びだったり、うん、あと運動が苦手だったりする子も、うん、気軽に、うん、できるので、ぜひおすすめです、うん、いいですね。そうなんですよ。原山さん、ちなみにサッパーやったことあるんですか？中、うん、って初めてやったんです、その時。あ、やったんですね、うん、でもね、できた、笑いマンでも、そう、何秒経てました？全然ずーっと立てる感じ。え、そうなん、うん、なんか難しそうなイメージですね。そう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 、意外にだから僕はできたかな、うん、でもまあできない人もなんかまあ川の水に流されながら、まあそれなりに楽しめるかなって思ってますね。楽しそう。えみこさん、やったことあります？いや、それが私も、うん、これはね、確か4年ぐらい前の話だけど、うん、あそこだ、なんだっけ、あそこ、御用邸、御用邸、御用邸の近くの海でサップをやったんですけど、うんうん、結構バランス感覚結構必要としてて、うんうんうん、で私の場合その時は3秒で落ちました。1、2、3、バシャン、早い早い。じゃあ1回のチャレンジじゃなくて、もう2回、うん、3回チャレンジしてみてください、はい、でね、この近くにね、お台場の方で、たこ焼きミュージアムとかもありますので、あ、あるある、そう、終わった後ちょっと疲れたなと、たこ焼き食べながらビールもいいかなって。あ、いいですね。そう、笑いマンね、この前仲間のノッチとかナガティっていうちょっとプライベート友達と一緒に楽しんでまいったんで、うん、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、そして栄えある第1位は、ドゥルル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 、大田区の多摩川の花火大会。おお、そう、なんかね、コロナ禍だったり、うん、あと雨でね、ずっと開催されなかったのよ。ああ、そうなんですね。で毎年ね、8月15日のにやってるんだけど、うん、今回はね、開催されるみたいで、おお、そうでね、なんか隅田川だったりさ、大阪でいうとこう淀川だったり天神だったり、こう有名な花火大会じゃないですか、うんうんうん、はい、あれってさ、結構さ、みんなからすごいなって言われてるんだけど、うん、行ったら見えなかったりするじゃん。そう、見えない。でもね、ここはね、めっちゃ見える、うん、もう目の前で大きな花火が。そうなんですね。そう、で出店もいっぱい出てたり、人で賑わってたり、うん、すごいもう夏のね、雰囲気を目いっぱい楽しめると思うの で、ね、行ってみてください。でね、駅は6号土手だったり、雑司駅、うん、京急のからね、徒歩5分だったり10分だったりするの、行きやすいかなって思ってますね。で近くに、ふるさとという、はい、沖縄料理屋がありますので、はい、そこもぜひおすすめなので、はい、行ってみてください。はい、このようにね、笑いマンのおすすめスポットはね、3つのポイントがあります。まずね、夏らしい体験ができる、うん、でね、涼しさも太陽も両方楽しめる。おで、もう一つは老若男女問わず初心者でも楽しめる。おなんかそのような感じで紹介させていただきました。はい、以上、笑いマンの一押しコーナーでした。イエーイ。はい、では次回はケンさんが担当します。ケンさんの一押しコーナー、お楽しみに。はい、次は曲、はい、笑いマンによる太陽の歌。
はい、笑いマンで太陽の歌をお聴きいただきました。この曲は笑いマンの SNS から直接メッセージをいただけるとお買い求めいただきますので、ぜひお待ちしてます。ありがとうございました。はい、続きましてはパーソナリティの告知のある方いますか。はい、では告知コーナー行きましょうか。じゃあエミカさんからどうぞ。はい、私8月25日、独演会という観客調教ショーを、やります。場所は新宿の予定です。入場料は、男性の方が7000円、女性の方は5000円、カップルの方は1万円です。事前予約にて500円引きしますので、ぜひぜひ、興味のある方 X や Instagram などで DM ください。はい、ありがとうございます。では笑いマンからです。笑いマンですね、先ほど聞いていただいた笑いマンによる太陽の歌を絶賛好評発売中でございます。1500円でお求めいただけますので、ぜひ皆さんご購入ください。それからですね、先ほど言った2024年に笑いマンハグというのにチャレンジしておりますので、皆さんぜひ笑いマンのハグを受けてください。以上です。はい、はい、ではそれでは次のコーナーに参りましょう。いつも応援ありがとう、お便りコーナー。はい、このコーナーはリスナーさんの皆さんから私たちパーソナリティの質問や応援メッセージなどメールをいただいております。早速お便りを読んでいただきましょう。じゃあちょっとエミカさんからお願いしていいですか。はい、はい、ラジオネームただのおたくさん。梅雨に入ったと思ったらもう梅雨明け、本格的な夏がやってきました。暑くなる夏のおすすめに冷感対策グッズはありますか。日焼けも、避けたいところ。お宅のおしめは野外活動が多いので真っ暗になっています。暑くなってきたのでパーソナリティの皆様も水分補給をしっかりして体調を崩しませんように。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次僕いきますね、はい、ラジオネームおとさんから。笑いマンさん、エミカさん、セーラービーナスさん、はい、はい、こんにちは。こんにちは。昼からお昼を食べる皆さん、今日はなんと日本マクドナルドさんが制定したハンバーガーの日なんですよ。そうなんですね。そうなんだね。この番組を聞いている皆様はマクドナルドさんのどのメニューがお好きですか。僕はフィレオフィッシュですね。さっくり、魚にチーズを乗せてタルタルソースを揚げ物好きにはたまらない味ですよね。スタジオ前にある広場にも、マクドナルドがございますが、皆さんお好きなハンバーガーを食べてみてはいかがでしょうか、とのことです。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ルルさんも、はい、ラジオネーム若宮大地さん、うん、ルルさん、笑いマンさん、エミカさん、谷村さん、朝からお疲れ様。船越さん、こんにちは、新メンバールルさん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。今日の東京暑いですね。おととい関東梅雨明け発表がありました。4つ質問があります。1、夏休み予定はありますか。2、今週火曜日は駅弁の日でした。好きな駅弁は何ですか。3、土曜の牛の日ですがうなぎ好きですか。4、好きなかき氷はありますか。以上です。すごいなんか質問がいっぱい来たけど、いっぱい来てるね。ちょっとね、時間とこう都合上ね、あの代表で2つだけにしようかな、はい、じゃあ、あの、おすすめの駅弁と、はい、もう1つは冷感グッズにしましょうかね、はい、はい、好きなおすすめ駅弁は僕はですね、横浜のシューマイ弁当かな。あー、おいしい。そう、なんかあれ愛媛出身でさ、そこから上京した時に初めて食べた時にはこれが有名なシューマイ弁当かと思って、うん、ね、あの、すごく感動したの覚えてます、うん、美味しかった。えみかさんは、これ駅弁に入るかわからないんですけど、うん、ちょっとあの数日前大宮駅の方にちょっとエチカがあるんです。エチカとか駅中かがあるんですけど、そこで買ったあのおこわのお店があって、おこわ、はい、そこで買ったね、その牛、なんか牛のすき焼きっぽいのと、うん、あとなんかあのうなぎまぶしみたいなのが混ざった弁当、すごい良かった。あ、美味しそう。めっちゃ美味しかった。精がつくよね、うなぎ、土用の牛もあったもんね、うん、そう、うん、そうなんだ。ドゥルさんは、私はですね、私結構食べるの好きなんで、うん、いろんな駅弁食べてきたんですけど、うん、その中でも一押しなのが、うん、山形の牛肉ど真ん中っていう駅弁あるんですね、うん、それ、うん、全国で駅弁ランキング1位になった、うん、駅弁でした。
て、もう一回山形の牛肉何弁当、牛肉ど真ん中、へ、牛肉ど真ん中、そうそうそう、なんかど真ん中っていうお米を使っているらしくて、うん、で牛肉はすっごいこう甘辛いタレが染み込んで、うん、お肉柔らかくてめちゃめちゃ美味しいんですよ。へー、うん、それ山形行かない、東京とかでは買えないのかな。それがですね、うん、最近も東京駅でも販売されてて、うん、駅の中で、東京駅の中で買えちゃいます。じゃあ皆さんぜひぜひね、うん、お試しください、はい、じゃあ次霊感グッズ、うん、なんか笑いマンに、あの職場 の、 あのゆりえ先生っていう人から、あのハンディファン、あれをいいねっていうふうに聞いて、あのフランフランさんとか、あと電化製品屋とかでも買えるので、うん、ああね、この夏持ってないけど、みんなほら持ってるじゃん、うんうん、あれちょっと試してみようかなと思います。はい、え、えみこさんは。私はですね、まあいろいろこの夏結構暑くなるっていうことで、うんうん、まあいろいろ購入されたしたんですけど、うんうん、まあ特にちょっといいなと思ったのが、うん、その首に巻くタイプなんですけど、うんうん、なんかその2年ぐらい前に出てきた、うん、あの28度ぐらいで固まるやつじゃなくて、うん、ないんだ、じゃなくて、うん、くて電気をちゃんと通す、うん、外気温よりマイナス15度になってくれる、うん、あのそういう板がついている、うん、そのネックウォーマーが、あ、ネッククーラーがあって、うんうんうん、あれ、あれ冷たいのがこうついてるの、そう、あれいいですね、うん、それも良さげだね。え、ルルさんおすすめは。私はですね、うん、冷感スプレー、こういうスプレーがあるんですね。あ、そうなんだ。そう、これですね、あの出かける前に洋服にシュ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 ってこう、うん、たくさんかけとくんですね、うん、そうすると外に出て汗と反応して、めちゃめちゃこれスー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 して涼しいんです、うん、へー、あー、なんかあれよね、うん、シーブリーズだとこうピチってこうやんなきゃいけないけど、うん、それだったらね、うん、スプレーだから一手間ないよね。いいね、いいね。洋服の上からかけられるんで、うん、めちゃめちゃおすすめ、いい、ね、これも良さげ良さげ、みんないい質問ありがとうございました。じゃあ以上ですね、うん、はい、はい、今週もね、今週もたくさんのお便りありがとうございました、うん、お便りは随時受け付けております。ミュージックパワー@gmail.com までメールお待ちしております。以上、お便りコーナーでした。はい、続いてまた曲ですね。曲ですね、はい、ここで1曲お聴きください。みゆさんでレインです。はい、ミューでレインをお聴きいただきました。この曲はミューさんの専用サイトでお聴きいただけます。ぜひお買い求めください。はい、さてここからは素敵なゲストさんをお迎えして参りたいと思います。本日のゲストは和太鼓奏者の千代園武さんです。ようこそ、よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは千代園武さんのご紹介をさせていただきます。和太鼓奏者の千代園武さん、
京進大学千代組の代表をされております。専属学園音楽大学大学院を修了し、フランスジャパンエキスポに参加をしたり、 NHK 紅白歌合戦に出場された経験がございます。はい、東北の大震災後被災地を定期的に訪れ、和太鼓演奏を通して復興支援も行っております。また日本だけではなく、2017年3月にはフィリピン、2019年には韓国で開催された国際的な世界平和会議にて各国の大統領や VIP の前で演奏をしたり、また、富士山や白山月山にお太鼓を背負ったまま登って頂上でご奉納された経験もお持ちの方です。はい、でそれからですね、2016年オリジナルメソッド和太鼓セラピーの共振浴をスタートさせ、医療分野、福祉、教育、ビジネスなどあらゆる分野での可能性を期待されております。和太鼓で日本を元気に、世界を平和に、和太鼓で世界をつなぐ、そして誰かの明日になるをモットーに、国内外で活躍中の日本人としても男としても人間としてもかっこよすぎる千代園武さんお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、粋だね。この太鼓なんですか？これは小鼓ですね。鼓ですね。こういうのもやってます。いい音、はい、いい音。じゃあ和太鼓だけじゃなくて小鼓も、はい、そうですね、はい、日本の太鼓だったら一通り打てるようになりたかったので、うん、まあ、こちらの方も一緒にやらせていただきました。へ、はい、日本って太鼓って何種類あるんです？いっぱい。いっぱい、あ、はい、数字で言えない。結構いっぱいあります。本当にいっぱいあります。そんなに、はい、そうなんです、そうなんです。え、でもさ、あの紅白歌合戦に出場、はい、って書いてますけど、うん、はい、五木ひろしさん、はい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 、のバックで、鼓でそれは出させていただいたり、はい、あとは石川さゆりさんの周年の、うん、記念総会の時に、うん、出させていただいたりとか、すごいじゃないですか。すごいですね。有名人の名前がいっぱい出てくる。いやいやいや、あの本当にご縁です。全部ご縁で出させていただきました。はい、なんかさ、僕さ保育士やってるんだけど、やっぱね、うんうんうん、あの千代園さん の、 あの YouTube の太鼓の音を、ね、聞かせた時にすごく、はい、こう子供たちがなんか泣くかなとかって思ったんだけど、うん、なんかすごく静かになったんですよね、うん、この和太鼓とか千代園さんの持つパワーってすごいですよね、うん、ありがとうございます。あの聞かせてくださったんですね。そうなんです、うん、あのそれはぜひぜひ、あの僕も見たい光景でしたね。なんか興味ありますね、うん、そういうの。なんか今ね、年長時28人を担任してるんですけど、うんうん、静かになってました。スンってなっちゃった、すごい。でなんかね、落ち着くって言ったり、なんか眠たそうな子もいた。心地いいんですね。そうです。あの太鼓の和太鼓の音ってすごく大きいんです、うん、それこそあのジェットエンジンとかと同じぐらい大きい音なんですけど、音自体はお母さんのお腹の中にいた時のお母さんの心臓の音に成分がすごい近いらしくて、それであの泣いちゃう子もいるけど、はい、すごく安心して聞いてくれるっていう子もたくさんね、いらっしゃったりします、はい、なんかさ、保育士のこの勉強会研修会とかでこう産婦人科医の方がそうやって言ってたような気がする。そうなんですね、うんうん、すごい。やっぱね、いい音はやっぱ心に響くんですね。あ、嬉しいですね。ですね。で、このなんかオリジナルメソッドの共振浴っていうのは何ですか？うん、はい、共振浴っていうのは、うん、まあ、すごく今いろんな情報とかでもう脳みそがパニックっていうか、もう詰め込み詰め込み詰め込みっていう状態だと思うんですけど、その状態の中でも自分の思考に余白を作る、はい、っていうことをやっているんですけど、その瞑想を主にされてる先生とかから言わせると、あの動の瞑想っていうふうにおっしゃってくださる。要はこれに参加するんだったら、うん、もう嫌がおうなくそういう瞑想状態に勝手に持っていってくれるっていう。へえ、なんか共振浴でなんかヨガマット使う時もあるみたいですけど。あ、もうね、共振浴って見ない聞かないっていうことを前提にやるんです、うん、要は真っ暗な、そう、真っ暗の中で、うん、体感してもらうで、はい、聞かないっていうのは見ようとするとやっぱこれを見ちゃうし、うん、聞こうとするとこれを聞こうとしちゃうので、うん、そういう、前提をなくした状態で今あなたが体感したものって何でしたかっていうことを感じ取ってほしいなっていうので、真っ暗でやってます、教師よくて。実際真っ暗か、そう、
じゃあそんな魅力いっぱいのね千代園武さんと和太鼓のお話これからもどんどん聞きたいと思うんですけれども、その前に、はい、ではそれでここで曲紹介をお願いしたいと思います。それではお願いします。はい、曲紹介なんですけれども、はい、ヨハン・セバスチャン・バッハのですね、はい、小風雅と短調というものに、和太鼓も噛ませていただきました。それでは、小風雅と短調です。よろしくお願いします。
はい、千代園武さんで小風雅と短調 BWV578 をお聞きいただきました。ありがとうございます。これさ、バッハの曲とさ、千代園さんの太鼓ってなんか珍しいコラボレーションですよね、はい、あでもなんかこの時代が持ってる楽曲の、うんうん、雰囲気っていうんですかね、はい、それが、うん、その邦楽とかが持ってる雰囲気にちょっと近いものを感じたので、うんうん、この曲だったら一緒にできるんじゃないかなっていうことで、うん、ピアニストの方にすごく頑張っていただいて、うん、で僕は僕で太鼓のリズムがなかったのでそれを作調して、はい、一緒にやらせていただいた。ピアニストさんにどういったところで結構頑張っていただいた感じですかね。ピアニストさんは、要は結構指の習う、指の動かすための曲だったりもするので、うん、自分の感情とかはもうなるべく、うん、入れないで、うん、やるものに対して、うん、例えばそのもう自分がピアノが弾けなくなっちゃったんだけど、うん、あの頃思い出したくて、うん、どうにかこうして指を動かし始めたら時間がだんだん戻っていって、うん、あの頃みたいに弾けるようになりましたよっていう情景描写をお伝えすると、はい、やっぱこういう風にしてくださったので、うん、ぜひみんなね続き聞きたいなと思ったんですけど、うん、YouTube とかでもね、はい、ね聞けますのでね、ぜひ皆さんお聞きください、はいね、はい、では、次のコーナーに行ってみたいと思います、はい、その名もゲスト質問カードコーナー。いいねいいねいいね、ぴったり。はい、ここからは本日のゲスト千代園武さんに音楽やプライベートの話をとことんお答えいただくコーナーです。はい、よろしくお願いします、はい、では音楽のコーナーとプライベートのコーナーがありますので、はい、どちらでも好きな方から お聞きください。自分で選べるんですね。どっちがいいですか、うん、大丈夫です、ですね、そしたら音楽のコーナーからいきましょうか。音楽ですね、はい、じゃあズルルルルン、はい、どうぞ。これでザンドゥン。ライブやパフォーマンス中に鳥肌が立った瞬間。おお、これは聞きたい。これは何でしょう、うん、まあそれこそ他の演奏の演者の方とかとやっぱ合わせることが前提なんですね、うんうん、でもそういうのが合わせるじゃなくて、うん、会った時、意識しないで、そう、もうなんか感覚で会っちゃう。そうそう、次絶対こう来るよねっていう、要は想定してないところで、でもこうパーンってハマった時とかに、うん、やっぱゾクッと、うわー、ゾワーって取り上がったんですね、はい、でそれってお客さんにも伝わるんですよね。だから、うん、あの瞬間忘れられなかったって言ってくださるのも後から考えてみると、うん、あった時だわって、合わせた時じゃなくて、あった時、もう心が通じ合ってるんですね。そうですね、そういうのがやっぱりライブというか演奏をしていて、うん、タイミングがあるので、うん、やめらんないですね。次のライブでもあるかもしれないですけど、ね、次のライブぜひ行ってくださいね、皆さん、ぜひぜひ。はい、では次はプライベート行きましょう。プライベート、タララララ、よいしょ、はい、どうぞ。これでいきましょう。はい、でーん、最近のマイブーム。マイブーム、マイブーム、マイブーム、ですね、VTuber の方とか結構好きです。ほう、YouTube で、要は活動されてる方なんですけど、もともとちょっと、アニメとかそういう作品のものが、好きなので、はいはいはい、そういう中でなんか、自分のイラストがあって、うん、それが動いてて、それでも中の人にいるっていうのがすごく面白いなと思って、声優さんとか結構好きなので、はい、ちなみに好きな声優さんとかいらっしゃるんですか。好きな声優さん、はい、林原めぐみさんとか、あ有名じゃないですか、有名、あと早見沙織さんとか、これ言っていいんですか、最近有名ですね、はい、いろんなアニメやってますよ ね、なんだ、あと山寺宏一さんとか、あ、はい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 、演じてる息遣いに、体温が感じる方がすごく好きです。へ、すごくその辺。あ、なので、なんかそういう、VTuber の方とかも見てて、あ、面白いなっていう風に最近見てます。ね、意外でしたね。声優さんも好きなんですね。悩みました。本当に、
音楽を仕事にしようか、うん、それこそあの声を仕事にしようか、ああ声もいいですもんね、うん、あるほど、うん、そこはもう最終の2択で悩んだので、なるほど、声の仕事とかすごくやっぱ興味があって、へ、ゆくゆくあるかもしれないです、よろしくお願いいたします、ぜひお仕事待ってます、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ最後時間ありそうなのでまだ音楽の方いきますかね、はい、はい、デレレレレン、じゃあこれでいきます。なかなかだかだか。ダン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 。これ結構心理的な話しますね。はい、音楽活動、アーティスト活動でへこんでしまったこと。へこんでしまったこと。これはですね、やっぱ楽器と向き合った時ですね。っていうのは、要は楽器って自分ができる最大限もちゃんと表現してくれる。うんうん、なんだけど、自分ができなかった、うん、だとかできないことも楽器の方が教えてくれるので、だ自分がここまだ至ってないんだなっていうこととかをもう嫌がおうなく教えてくれるんですよ。でもできることもちゃんと教えてくれる。だから音楽の演奏とか楽器と向き合うことってそのすごく希望と絶望の背中合わせなんですよ。なんでこれできないんだろうって思う時もあるし、さっきみたいにあ演奏しててよかったなって思う瞬間、うんうん、だそれがやっぱり楽器と向き合う時ですね。自分に嘘がつけないので楽器って、なんかその楽器とやっぱずっといるから、あの音楽じゃなくて楽器と対話したりコミュニケーションもできる、うん、でもそうですね、楽器は僕無意識で言いますけど、うん、この子はって言っちゃいます、うん、あ、なんか家族というか相棒みたいな感覚、そうですね、冗談じゃなくて、うん、一番手のかかる彼女だと思ってます。なるほど、あメンテナンス、そうそうそう、ちゃんとご機嫌を、伺って、あ今日こういう調子なんですね、でしたらこういうふうにこちら対応しますね、でも足りない部分はちょっとそちらでどうにかしていただきたいので、ここまで頑張るからあともう少しそちらでどうにかしていただけませんかねみたいな、ちゃんと会話してるんですね、あります、ね、もうホールでも全然違いますし、もう楽器のそのそれこそこういう気温とか湿度とかでも全然変わるので、話し方全然変わります。そうなんです、ね、はい、皆さん聞きました、うん、恋人は和太鼓ですよ、もう恋人もうこと言う言葉もかっこいいですよね。いやいやいや、ねそんなね、あの千代殿さんの話まだまだねお伺いしたいのですけど、はい、ここでちょっと時間がね来てしまいました。千代殿たけしさんねお答えいただき誠にありがとうございました。以上ゲスト質問カードコーナーでした。はい、はい、じゃあ残り時間もわずかとなってまいりました。ここで本日のゲスト千代殿武さんから告知をお願いいたします。はい、7月27日ですね、中目黒 GT タワーというところでワッシュフェスというイベントがございます、うん、もう全国の酒造さんが来てくださってですね、お酒が実際に飲めます、うん、しかも各部が500名限定とかで、うん、そこで、つぶらジャム線の方と、一緒に演奏させていただいたりします、うん、なのでいい演奏を聞きながら、うん、いいお酒を飲んでいただいて夏を感じていただけるといいなと思います、ワッシュと太鼓すごい相性抜群ですね。そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。7月27日中目黒ですよ、皆さん、はい、ぜひぜひお越しください、ぜひいらしてください、よろしくお願いいたします。はい、では本日は誠に千代殿武さんミュージックパワーにお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、来週のパーソナリティは、ミュー、デミ、高瀬ゆかでお届けする予定です。そしてゲストは琴葉しらすさんです。お楽しみに。はい、お楽しみに。どうでした番組、あっという間に終わっちゃいましたけど。あっという間でした、本当に。でもすごく楽しい時間、あの皆様のおかげで過ごさせていただけたので、ありがとうございます、うん、本当に。いえいえ、またよかったら2度目3度目お待ちしてるんで遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そんな感じで皆さん暑さがいっぱい出てきて梅雨明けましたけど元気にお過ごしください。以上でした。ミュージックパワー、バイバーイ。バイバーイ。